いつくばもなく大黒町の笠鉾の入場です。大黒町さんです。大黒にちなんでですね、地下の小道、そして上には上と横に白ネズミが乗ってるという粋な笠鉾です。タレは魚がいっぱい書かれています。さあそして大黒町の役員さんの入場です。法産会長藤本茂樹さん、自治会長片岡健一郎さん、実行委員長田島正宏さん、顧問水竹明人さん、この役員の皆さん方の入場です。
強いです。笠野子投票が鈴田由里さん、いわゆるミューさんです。神田さん、お疲れ様。そして葬式者藤本慎さんが出てまいられました。会長の息子さん、前回の再振り長ですね、藤本さん。そして、真ん中の方に住子奏者、木文京さんですね。は非常にね、天章の方に関わってまして、今演奏されているところも天章の方に人形ライチャーオンプレスに関わっているそうです。お茶摘みの歌、そういう歌なんだそうです。また、子供さんの衣装もを担う子供たちです。よかった。どうしたの？どうしたの？急に。どうしたの？歩かない。抱っこして。みたちゃん、頑張れ。
岡、松岡、西澤、山下、西田、中村、木下、佐田さん、田村さん。さあ、またパーロンソン2番の歌詞です。左舷が宮下さん、戦場に小松さん、加藤、川端、岩崎、松本、北島、山田、小関、福田、中島、稲沢さん、そのレミさんです。
ご注目いただければと思います。お旅所が一番取りやすいかもしれない。そう、新たに作った粉塵こと由来の衣装です。会場は竹見吉さん、ほら、片住真奈さんです。
注目していてください。いやいや、この背中のアルシンのデザイン、本当に私は画期的ないいデザインだと思ってます。デザイナーは大宮さんの皆さん、ひらめきみかという楽しみです。いやいや、Thank you.
ましょうか。皆さん、大黒町にいよいよの掛け声いきましょう。大黒町、いよいよなさってます、シャギリは山田運座部棟梁率いる田野浦組の皆さんです。山田さん、どうもありがとうございます。この街は時間かかるの。